じゃあ行きます。あ、ツイキャスももう一応始まってる。ツイキャスの方もはい始まってます。はい、じゃあ3、2、1で流しますんで、ちょっとだけ静かにお願いします。はい、はい、3、2、1。FM ギノワンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。はい、メンヘラのための番組と銘打ってはおりますが、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。はい、メールアドレスの方を夏実さん。はい、メンヘラ103 @gmail.com、 ローマ字でメンヘラ、数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日、4月22日月曜日、第84回のメンヘラジオ収録となっております。はい、はい、まあでもこれをお聞きの本放送はね、5月にも入ってるんですけれども、沖縄ももう夏だよね。もう4月も終わってないのに、今現状ムシムシしてたよ今日。湿度がね大変になってますけれども、うん、暑かった。はい、そんな湿度が、高い、はい、本日ゲストをお迎えして、はいはい、メンヘラジオお送りしていきたいと思うんですけども、そう思います。もう何度かゲストに来ていただいてるんでね、うん、もう早速自己紹介お願いしましょうか。どうぞ、ゲストこの方です。ベイマックスになりたいな、ポンポンツカポンツカポンです。はい、よろしくお願いします。はい、ハピワンの、ね、仲間でもあり、うん、僕らのすぐ癒し系でもある。癒し系。どうすか。久しぶりにちょっとラジオに出演いただいて、うん、いつもね、あのメッセージの方でご協力はいただいてるんですけども、毎度毎度ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、もういい小ネタをね、はい、お持ちで。そうそうそう。あ、沖縄大好きさんが早速こんばんはって。あ、こんばんは。あ、沖縄大好きさんよくコメント来れる方だよね。沖縄大好きさん。え、スカポンさん。あ、まだメールしてない。今からメールしますって。ぜひぜひお願いいたします。まだまだ。スカポンさんですよ。はい、いやいやいや。今日はこのね、メンヘラ3人で、はい、お送りしていきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いしますけれども、はい、スカポンはね、あの読谷、地元の読谷の方でもね、うん、あのラジオパーソナリティをもうしっかり務めておりまして、ラジオやってますね。うん、タイトル何でしたっけ？ね、あなたの夢のプラスワンっていうやつですね。はい、FM 読谷の方でね、つかぽんも活躍しておりますので、いやいや皆さんもぜひね、あなたの夢のプラスワン。火曜日、午後3時からです。3時頃からかな。ああ、うん、やってるそうなので、はい、皆さんもぜひね、お時間あるときは FM 読谷の方もご覧いただけたらと思いますので、はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では、本日も短いお時間ですが、最後までお付き合いなど、はい、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。メンヘラトーク。はい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 。はい、あれ読むの忘れてた、待ってよ。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人が、今日は3人で、今日は3人ですね、はい、テーマに沿って時にはテーマから脱線しつついろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、あ、私ね、忘れてる。メッセージもツイキャスもどしどしどんどんバガバガお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。スカポンも今日はよろしくお願いいたします。よろしくよろしく。はい、では本日のトークテーマの前に、はいはい、前回ね、うん、のトークテーマ、うん、私の萌えコスチュームにいただいたメールがね、うん、実は一通ね、ちょっと画像付きで届いておりまして、はい、せっかくなのでお二人にね、うん、こちらが誰からのメッセージなのかちょっと当ててもらいたいなと思います。画像を見てね、誰からか、うん、おそらくお二人とも一発でわかるかと思いますので、うん、はい、こちらの画像が届きました。ああ、わかるよわかるよ。もうあの人しかいない、はい、あの人しかいない。
はい、本当だね、はい、え、名前言っていいの？どうぞどうぞ。あのちょっと薄い人だよね、頭が鶴次郎さんでしょ。鶴次郎さんのね、我々の恩人でもあります、うん、鶴次郎さんから、鶴次郎さんでしょ、はい、画像をつけてブルース・リーのね、うん、あのよく見る黄色と黒の、はい、チャーみたいなやつや、はい、全身をなんかなんていうのあれ、スーツ、スーツ全身タイツ全身タイツみたいなね、あの感じのスーツ、種浜さん、鶴次郎さんはね、うん、ブルース・リーを師と仰いでる部分があるからね、そうね、うん、あの僕が1月からお世話になってるアゴラの方にも、ブルース・リーのフィギュアが飾られてありますけれども、うん、はい、萌えコスチュームということで、はい、はい、ブルース・リーのに燃えるってどういうあれなのかっていうところもあるけどね、燃えよドラゴンだからね、男として燃えるちょっとそういう部分もあると思う、本当憧れてんのね、うんうんうん、ちなみにツカポンさんはその時のメッセージで、AKB とか、うん、欅坂とか乃木坂とか、ね、坂とか、うん、あいった制服のデザイン、うん、やっぱりデザイナーでもあるから、うん、あのそういう服の細部にこだわった、うん、ああいう可愛いデザインにやっぱりちょっと目がいくっていうところでね、あ、メッセージくれた、なんかね、ちょっとそれ話ですか、なんかね、うん、あの秋元先生が所属してる服飾の専門学校の生徒さんたちが作ってるって噂を、そうなんだ、いや間違ってたらごめんなさいね、うん、だから噂か、噂っていうかなんかで聞いたような、ちょっと調べてから言えばよかったな、いや でもそれだとしたらなんか素敵じゃないですか、素敵素敵、未来のね、うん、要はデザイナーの卵さんに依頼して作ったっていうところなのかな、学生さんたちが作ったのが実際本当にステージ衣装になるっていう流れがすごいなと思って、うんうん、これね、前回の放送中にも話したんだけどね、うん、その僕が最近見たアニメでリコリスリコイルっていうアニメがあるんですよ、うんうん、それに出てたキャラクター、うん、まあヒロインが2人いるんですけど、うん、2人が着てる制服が実際にあのその欅坂とかの衣装を手掛けてる方にデザインしてもらった、うん、そう、今までだったらアニメーターの方がデザインするっていうのが一般的だったんだけど、うんうん、ちゃんとした服飾デザイナーの方に依頼してそれを形にしたアニメに落とし込んだっていうので、すっごく可愛い、可愛い洋服なんですよ、うん、だから分かるのよ、あのツカポンさんがそういったさ、細部にこだわった女子の子が可愛く映るような制服をに燃えるっていうのはね、俺も そういうところあるから、うん、ここは共感したところでございます、うん、はい、でちょっと前回の萌えコスチュームについて話しましたけれども、はい、今回のトークテーマなんですけれども、はい、今回のトークテーマ発表いたします、どうぞ、はい、今回のトークテーマが私の好きな声、声、うん、はい、萌えコスチュームに続いて好きな声というか、うん、萌える声と言ってもいいかな、萌えの声ね、うんうんうん、あの例えばね、テレビで毎朝ね見るお天気お姉さんの優しい声にちょっと癒されてますとか、うん、あるいは、うん、声優さん、お気に入りの声優さんのイケボ、うん、こういうの好きです、あの人のこの声が好きですみたいなね、はいはいはい、あとはラジオで言ったらね、よく聞くラジオ番組の、パーソナリティさんのちょっとダンディーな渋い声、うん、なんか FM みたいなやつみたいな、そうそう、英語交えてなんか喋るパーソナリティいるじゃん、いますね、ああいうのが好きとかさ、うんうん、なんか普段みんながね耳にして癒されるとか安心するとかさ、うん、落ち着くとか、やっぱ俺たちもね、なんか メンタル的にね落ち込むことあるけど、うん、なんか比較的この、まあ、歌声でもいいさね、うんうん、歌ってる歌手の声を聞いてこういう声に癒されてますみたいなのがあればね、うん、なんか落ち込んだ時の参考にもなるかなと思ってこの、トークテーマにしたんですけれども、うんうん、一応あの一通ね、うん、まずお、メッセージ届いてますので紹介させて、はい、久しぶりの方ですね、はい、はい、メンヘラネームカネヤンさんから、おお、はい、久しぶり、我々の知り合いでもありますね、うん、お友達ですね、うん、はい、読ませていただきます。私が好きな声はアニメの隣のトトロのさつき、うん、お姉ちゃんの声が私は大好きです、うん、声優の名前は分かりませんが
この方はゲームのキャラクターやいろんな声を担当しているので、うん、青春時代は私にとってこの声が、ドストライクでした、うんうん、しかし普段のプライベートなお話がその声優さん本人から、うん、なかなか聞かれなくて、うん、ちょっと残念ではあるということで、で最近ねなんか VTuber さんでその人の声に似てる人が出てきてて、うん、その今はその声に癒されていますということです、うん、好きな声だね、はい、じゃあね、はい、その声優さん、うん、あの日高のり子さんって、あ、うん、日高のり子さんって沖縄大好きさん言ってる、わかる人はね、沖縄大好きさんアニメ好きだからご存知かと思うんですけども、うん、有名なところで言うとあのタッチの朝倉みなみさん、えリアルタイムそれも言ってるよ、その年いってるんですね、そうですそうです、うん、その声をされてる方ですね、うん、あとはランマ2分の1の天童あかねさんもそうかな、天童あかね詳しいですね、ケンタさん、うん、であと俺たちの時代で言うと、うん、るろうに剣心の瀬田宗次郎っていうキャラクターの声とかもこの日高のり子さんが担当されてて、へ今でもねなんかその声優ランキング、なんか人気声優ランキングというかこの人はすごいみたいなランキングには日高のり子さんの名前を挙げられることが多いかな、うんうんうん、そうなんだ、わかる、すごくさつきの声いいよね、お姉ちゃんの声ねいいよね、うん、できますよ、あ嘘自分でなんかぶっこんでくるね、ぶっこんできたね、はい、できますよ、ぜひお聞かせいただければ、はい、はい、じゃあさつきちゃんって呼んでもらっていいですか、あとせっかくなんでつかぽんから、さつきちゃん、あみっちゃんだはいクオリティの低さ、ね、よくこれをあの電波に乗っけて発信しようと思ったな、その度胸は買うよ待って待ってツイキャスね来てますよ、はいはい、読んでるんですか、ヤンキチさんこんばんは、ご無沙汰しておりますって、あ、ご無沙汰しております、ありがとうございます、ヤンキチさんで沖縄大好きさん声優さんキラーンって目が光ってて、ロアさんもこんばんはって来てます、 ありがとうございます、はい、それであの日高のり子さんは元アイドルってヤンキチさんが言ってます、あ元アイドルだったのか な、 なんかそんな話も聞いたことがないこともないような気がするけどで多分沖縄大好きさんが、うん、私のさつきのモノマネでズコーって転んでるそうなんだ、そんな沖縄大好きさんから、はい、メール宣言通りいただいております、はい、はい、メンヘラネーム沖縄大好きさんにありがとうございます、夏美さん、健太さん、つかぽんさんこんばんは、こんばんは、沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー沖縄大好きです、はい、テーマ私の好きな声、うん、収録日の前日、昨日まで島全部で大きな祭が開催されました、うん、僕はレッドカーペットに現地参加、たくさんの著名人がいる中、その中に、うん、その中に僕の大好きなラブライブ虹ヶ崎学園スクールアイドル同好会の上原歩役の声優さん、アグポンこと大西アグリちゃんが来てました、アグポン、はい、兄様でもラブライブで、ラブライブのライブイベントでも生で見てましたが、うん、近くで見たのは初めて、めっちゃ可愛かったです、へえ、ファンサービスも素敵で、うん、何よりそのアニメのね制服で着てて、虹学の制服で着てて、うん、もう可愛かった、俺の推し可愛かった終始ドキドキが止まりませんでした、いいねいいね、はい、そのアグポンの可愛いお顔と笑顔と声も可愛くて大好きで、好きで、うん、写真も収めたので添付しますとのことで、写真も届いております、へ、はい、ちなみにレッドカーペットの後に、うん、去年の虹学の映画の上映もあり、うん、アグポンアグリさんが登場、うんうん、登壇ね、うん、本当は僕も行きたかったのですが、うん、チケットの抽選に外れて泣く泣く諦めました、うん、でも唯一のチャンスだったレッドカーペットでアグポンを見れてよかったです、いやよかったじゃん、これだけ言わせてください、うん、アグポン好きだ大好きだとのことです、いいねいいね、はい、写真が届いてまして、はい、ちょっと見てみよう、アグポン、アグポン、はい、おお、かわいい、かわいい、顔ちっちゃいね、ちっちゃいね、こんぐらいじゃん、なんで手のひらこんぐらいじゃん、こんぐらいじゃん、こんぐらいじゃんすごいね、すごいね、ちっちゃいね、こんな近くで見れたんだ、よかった ね、すごいいい写真、うん、へえ、いいねいいね、はい、ほらほら、じゃあなんかハートのすごいショットも撮れて、すごい、ほんと近いね、うん、
ズーム機能、ズーム使ったのかな変なことが気になる。あ、よかったよかった。埼玉の郷さん、ツイキャス、埼玉の郷さん、はい、なっちゃん、健太さん、夢をつかぽんさん、こんばんは。あ、こんばんは。お薬飲む前に聞けって言ってます。ありがとうございます。もうね、沖縄大好きなこっちでも興奮してる。そうなんすよ、細くてめっちゃ可愛いんすよ。お顔も小さくて可愛いんすよ。見れてよかったね。そして可愛かったな、ね、可愛いね、うん、はい、ちなみに、つかぽんさんの好きな声とかあります？好きな声ね、好きな声、さっきね、うん、あの、うん、翡翠小太郎さんっていう YouTuber、はい、知ってます？分からん。翡翠小太郎、翡翠小太郎さん、めっちゃ名言セラピーみたいなことをやる人で、うんうんうん、その男性の声もすごくあのなんか気持ちよくさせるんですよ、ね、寝ながら聞く、はい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 、気持ちよくて。ただね、今思い出したのがね、うん、ゲームで、うん、音声だけで聞いて進むゲームがあって、音声だけのゲームがあったんですよ、昔、うん、で風のリグレットってやつなんだけど、うん、セガサターンだったかな確か。セガサターンでね、女の子が2人出てね、ヒロインが、うん、でどっちかとあのハッピーエンドになるんだけど、うんうん、俺その時に2人とも振られてさ、俺高校の時だったからさ、はいはいはい、めちゃめちゃショックで、お前こんなバッドエンドないぜってから友達に言われて、普通誰かとは必ず結ばれるはずなんだけど、だから俺相当下手くそだな。それをちらっと思うんです。あの声がねとってもいいんですよ、ゲーム。へー、うん、それ風のリグレット、確かタイトル覚えてて、それ、うん、そうそう、なんか指示を出してくれるんですか。そうそう、あの選んです、コントローラーで、ね、うーん、そしたら2人とも振られちゃったレアタイプ、レアタイプのバッドエンドだったんですよ。そうそれを思い出してちょっと切ない気持ちになってね、一人、うん、さっきからそれは悲しいね、うん、悲しい、面白いな、こういうさ、小ネタじゃないか、小話うん、お話素敵よ、ね、うん、面白いんですよ。中学、あ、高校だったからさ、さらにあの時期ってさ、ね、切ないやん、切ないね、それはね、恋したい時期だもんね、ね、そうだねでゲーム相手とゲームのねキャラクターとはいえね、落としてやるぜぐらいのね、そうだね、どんなストーリーが展開されるのかなってドキドキしながら見るはずだからね、そうそう、それなのに振られるという、両方から振られるやばいっすちょっと切ない、結婚日はないっすよ、まだ募集中です、うん、言っとけ言っとけ、素晴らしい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーいきたいと思います。はい、はい、本日紹介いたしますのは、任天堂 3DS 用ゲームファイアーエンブレム IF のテーマソングでした、うん、IF 一人思う、レンカさんの曲ですね、声素敵ですのでぜひお聴きください。おい、あの、いや、ね、読んでいいよ、読んでいい、うんうん、あの沖縄大好きさんがファイアーエンブレムですとあ、そうなのファイアーエンブレムってゲーム？ゲームです。RPG じゃないかな、結構昔昔昔、任天堂 3DS だから、ヤンキツさん、昔からあるやつだね、ファイアーエンブレム、すいません、はい、ヤンキツさんがね、天才バカボンのママさんの声良くないって、あー、わかるかもしれん、夏ちょっと聞いた覚えがない、ママさんの声、あのパチンコでたまに聞けるよ天才バカボンあるね、あるあるある、そっか、みんな好きな声あるね、うん、まあ、ちなみに夏美さんの好きな声は YouTube 用で、はい、夏美さんの好きな声は、うん、あの何だったっけ、まあ美智子の声、あ、お母さんの、うん、お母さんの声安心しますね、あ、本当にごめんなさい、それだけですいや、でも分かるよ、大事よ、大事よ、分かる分かる、自分のね、やっぱ産んでくれた人の声はね、うん、聞いて落ち着くと思うよ、自分さ、うん、お母さんのさ、うん、大きなのっぽの古時計を、うん、お腹にいる時から聞かせたって、あ、お母さんが歌ってる、たまにちょっと歌うと、うん、なんか泣きそうだろう、しかもあの曲いいじゃん、母体にいる時に染み付いてたのかな、そうそう、うん、へえ、大きなのっぽの古時計、
けさ。そうそう、俺は一時期でもね、あのやっぱり怒られるようなことばっかりしてたからね、うん、他の声聞くの怖いって時あったけど、ね、そうそう、怒られるようなことね、はい、しょっちゅうしてたんで。何したんかな。だからあの幻聴みたいな感じで俺を怒鳴る声が聞こえるみたいな現象が、あの記憶、うん、頭に記憶に残る感じ。そう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 、あるね、うん、あの泣き叫ばれたような、うわトラウマが大丈夫かい。思い出しますね。あ、ツイキャスいいですか。はい、どうぞ。沖縄大好きさん、うん、もう昨日から興奮が冷めない状態で暴走してすみません。いやいや、大好きが爆発しすぎて。埼玉の郷さん、はい、僕は FM 読谷の元副局長の、うんうん、日賀美由紀さんの声が最初で最後の推しの声って。へえ、美由紀さんね、いい声してるんですか。うん、めっちゃ朝の声でさ、うん、番組担当でめっちゃ明るい元気になれる声で、うん、でもねちょっとお亡くなりになっちゃってね。あ、そうなんだ。もうちょっとご病気で、病気でね。あ、そうなんだ、うん、そうなんだよね。そうなんだ、美由紀さん朝の声でした ね、 うん、うん、そっか。武蔵さんからも来てます。はい、健太さん、夏美さん、リスナーの皆さん、こんばんはっしょい。はい、こんばんはっしょい。ラジオ収録&生配信お疲れ様ですって。はい、お疲れ様。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。いますよ、今日ゲストさんでつかぽんさん来てもらってます。うん、こっち行っとこ。あ、いやいや、夏美さん向けて置いといて。夏美さん向けて夏美はさ、あの なんていうの、実はさ、 YouTube をさ結構さ、あの無視したさ、こういう自由な行動が多いんだよ。ツイキャスで遊んでる。 YouTube 用に撮ってるんだけど、うん、ツイキャス用。あのね、最近この服が好きでさこの服ばっか着てんの私。白だから汚れるけど着てるの、それだけです。はい、じゃあ戻りますね。はい、ごめん。はい、メンヘラジオエンディングでございます。はい、はい、30分はあっという間ですね。、うん、はい、早いですね。普段あの1時間番組でしたっけ、あの50分ぐらいですかね。あ、50分、うん、だから余計に多分あっという間にこの番組感じるんじゃないですか。そうですね、感じるんじゃない、うんうん、早いな。そうそう、いつもそうなのよ、こっちはね。あ、ごめんごめん、はい、どうしたの、武蔵さん、何ツイキャス見てウフフって笑ってるやついるけど。埼玉の郷さん、はい、気持ちが落ちた時はアーカイブ聞き直しております。 あ、 ありがたい、本当にありがとう。あ、違う、あれで、あれじゃないの、私たちのじゃなくて、あのみゆきさんの方じゃないの。あ、すいません、本当ごめん、もうごめんなさい。そう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 、そうですね、推しの声って。あ、そうですね、ごめんなさい、本当にごめんなさい。こっちのあアーカイブ、あ、すいません。武蔵さん、ゲストのスカポンさん、こんばんは。スカポンさんです。スカポンスカポンってスカポンさんみたいじゃない。スカポンじゃなくてスカポンさんです。スカポンさんってよく言われるよ、ディスに入ってる感じ。スカポンさんって沖縄大好きさん、はい、アグポンの話をしようとしたスカポンさんがいる、これまさに運命。俺は推しのために生きるぜ、うお。アグポンさんめっちゃ可愛かったな、ね、で、うん、ロアさん、今日は一本撮りですかですって。実はね、一応日本撮りを予定してますよ。日本です。はい、はい、でスカポンさんも、はい、2本目いらっしゃいます。いらっしゃいます、はい、いますよ。で、埼玉の郷さん、そのお気に入りのシャツ着てからカレーうどん食べようぜって。で、一番でもね、はい、あのやりがちよね、夏美 ね、白い服着た時にね、あのタレを垂らしたり、タレ垂らす、醤油垂らしたり、そう、タレ系のやつ食べるわけよ。スープ系とかね。そう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 、うん、すみません、本当やりがちやりがち。お洋服大好きだからさ、うんうん、まあそれだけです、うん、あ、みんな喜んでくれてるよ、最高ってロアさんが。あ、本当日本撮り日本撮りがね。そうそう、あの来週さ、来週とね、うん、来週が昭和の日、あの今収録日が4月22日なんだけど、29日が昭和の日、うん、でその翌週がゴールデンウィーク、うん、
ていうことで、うん、ちょっとねあの取りだめとこうかなっていう、魂胆です。そうそうそう、そういう魂胆なんていうか内部事情がございまして、はい、なのでお付き合いいただいてる方はね。で武蔵さん、うん、昨日のお昼のレッドカーペット剛力彩芽さんたちが来沖してて間近で見れてよかったです。ああ本当、昨日がラストのレッドカーペットだったので寂しいし、うん、とても残念ですね。あ、そうだね。昨日おととい沖縄国際映画祭の映画3本見れてよかったですって。あ、みんなすごいね。すごいね。ね、みんちゃんと見に行って、うん、ね、見てみ、すごいね、うん、ちょっとなかなかね、あの人混みが苦手ってのもあってね、そういう集まり、うん、ちょっと行き感じするんですよね、うん、あのメンヘラは剛力彩芽さんめっちゃ細かったっすって。ああ、生で見てみたいな。だろうな、なんかあれなんだろうな、きっと足の細さが私の腕ぐらいなんだろうな。ちょっとコメントに困るんだな。ちょっと気遣いが、ごめんごめん、いや、本当に。いいんですよ、いいんですよ、はい、気遣いありがとうございます。あ、違う、よかった。気を使わせてしまいでしょう、気を使わせてしまい、ありがとうございます。申し訳ございません。申し訳ございません申し訳ございません。めっちゃかめっちゃかなってるよ。すいません、気遣いありがとうございます、うんうん、申し訳ございません、はい、では本日のメンヘラジオはここいらでお開き、はい、今日も元気に病気中中村夏実と中村健太とポンポンツカポンツカポンでした、でした、でした、はい、ごめんなさい。お薬飲んで寝ろー。1本目終了です。大丈夫ですか。